新田康人は日本競輪選手会静岡支部に所属する競輪選手。静岡県岩田市出身。日本競輪学校第74期生。同期に小島刑次らがいる。ホームバンクは静岡競輪場。中学から静岡県立岩田農業高等学校在学中まで陸上競技を行っていた。 後に入学した、競輪学校では在校競争成績第5位。デビュー戦は1994年8月14日、宇都宮競輪場で迎え、初勝利も同日。またこの開催では、完全優勝も果たした。1998年頃から、GI、GII では、常連選手となっていくが、2000年のオールスター競輪で、 初の GI 決勝進出を果たす。2002年のふるさとダービー決勝では優勝した斉藤と指信を鋭く追い詰め2着。このほか2006年までの主な実績として GII ではふるさとダービー3回東日本王座決定戦1回の決勝進出を果たしていたほか議員においても8回の優勝を果たしていた。2007年は GI G.I.I. の優勝総破級選手として活躍した。競輪祭では4名大量落ち者の影響を受け、落ち者した選手に乗り上げ車体故障を起こしたにも、かかわらず3着と検討。同年2月には、地元の静岡記念で完全優勝を果たし、静岡県勢としては1983年の弘下、県人以来、25年ぶりの地元優勝者となった。これ以後も、 ふるさとダービー、オールスター競輪、共同通信社杯競輪、全日本選抜競輪、7着において決勝へと進出。そして1年通じての活躍が実を結び、初代 SQS ファン18名に選出された。2008年は、高松の宮記念杯競輪での決勝において、同県の渡辺春友とワンツーを決め、その勢いのまま7月に、 四日市競輪場で行われたサマーナイトフェスティバルでは自身初の GII 優勝を果たした。2014年1月1日にテレビ東京アナウンサーの松丸祐希と結婚。鋭いめくりを武器としており、とりわけコンセンジや自身のラインが薄いと目されている場合に量石を上げるケースが目立つ。同期の小島には相対的に相性が良く、また、 他の実績者に対しても大物キラーぶりを発揮することがある。伝統的にトップクラスの選手は追い込み方が多い静岡の選手の中にあって自力を主体としていることから静岡のみならず同地区である南関東のマーク選手からの信頼も厚い。テレ東、松丸アナが競輪選手と結婚産経新聞2013年12月27日閲覧、から ニッタヤスヒとプラチナレッド、ありがとうございます。